にちは、原口健太です。今日は筋トレ動画を撮ります。今日のジムは僕のスポンサーやってくれてる、まあ、大阪にあるアイマジムっていうところなんですけど、まあ、自分の紹介も兼ねて、あと自分の筋トレ動画もやっていくということで撮ります。着きましたね。ここはは今から普通に筋トレするんで、それいい感じに編集してもらえたらと思います。はい、すげえ色合いがいいですね。色合いが。お願いします。お願いします。いや、ここの代表のトレーナーやってます、中本です。よろしくお願いします。今日はここでどういったトレーニングですか？いや、そうですね、僕もう本業はまあ格闘家なんで、はい、トレーナーっぽくこう、うん、言うのはまああれかなと思ってるんで、はい、まあ格闘技ファンの方が、はい、まあ、原口選手と同じ筋トレしたいと思ってくれるような人がいいかなって、はい、まあ、知識もそんなないから、はい、なんかね、いやいやいや、でも言うてベンチ135上げるとかって、まあまあ、やけどなんかこの部位はここに効いてみたいな、この筋トレはここに効いてみたいな、詳しく言うのはちょっとまあちょっと違うかなって、まあ、もう単純に今回はもう普段自分がもう自己満みたいな、はい、やりたくて来ただけなんで。なるほど、ありがとうございます、うん、で、あとはここのジム自体がマシンが結構そのいろんなジムにあるようなやつじゃなくて、中国から直でこう仕入れてやってるようなマシンなんで、結構珍しいだったりとか、そこの有酸素マシン後で見てもらっても分かるんですけど、画面とかすごいでかくて、はい、見やすいんで。こお前テレビやん。いや、オーバーソーステレビぐらいの画面があるんで、またそれ使ってみてください、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。寝トレしようかな。まずベンチプレスから、皆さんが大好きなベンチプレスからやります。とりあえず60キロから90になったら一気にもらうっすよね。90になったら多分ジムでもなんかもうこいつやべえみたいな存在になってくる。しんどまってくる。とりあえず一発上げます。やっぱ一発だけじゃなかった。100なんかマジで試合やってから1回も上げてないわ。もうちょい行こう、もうちょい行こう。おお、何本っすか？110で。110ちょっと分からんかもしれんから、あれ、潰れたら全勝ったよ。全勝ったよ。じゃあ大丈夫。美味しい。よし、どうすか？これはいいですね、すごいですね、ほんまに。まあ、80ぐらいの食事。80? はい。カメラ回ってるからちゃんとやらなあかんから。失敗できへん。試合での違い緊張する。同じぐらいですね。絶対違う。あともう一回やります。10発上げるのが大事なんじゃなくて、この状態から上げて、そう。で、ここからゆっくり出す。ここで1、2、3。
三であるそう。で、1、2、3でインクライン狙った時は絞ると結構インク外側に逃げちゃうんですよ。だからその状態、この状態でストレッチかけて、はい1、2、3上げる。そういう感じ。あマジか。これは7回。マジか。マジか。はい1、2、3ここまで。はい。いやマジできついです。これトレーナー嫌いなよ俺。嫌い。でもこんなもんか。こんなもんすよ。キックのね一緒っすもんね。これでまあカブみたいなね。カブだ。こっちです。こっち。そうですね。いやこれ腕はです。まさかのこの文字や。普通これ数字なんですよこれ。1、2とか。まあ、ケーブルの特徴としては結構やっぱ重たいですね。ずしってくるんで。あ、なるほどね。そう、だから普通の何だろう他のメーカーとみたいにシャッシャッシャッってやると結構抜ける感覚があるんで、ずしって入れてストレッチかけてずしって。タイプ的にそうやって入れてますね。あ、なるほど。あとはディップスとかやって終わります。あ、ディップスタイル。はい、それ結構ね、広すぎたりとかしたら肩がやっぱ入りやすい。あ、こっちもいいな。はい、皆さん、トレーニングは終わりました。そうですね、今日は Vlog みたいな感じなんで、まあ、がっちりとしたトレーニングじゃないんですけど、まあ、普段こんな感じでトレーニングしてるんで、キックボクサーとはまた多分かけ離れた感じだと思うんですけど、まあ、基本的に僕は筋トレが好きなんで、まあ、こういう動画も今後このチャンネルで上げていこうかなと思ってるんで、見てもらえたらと思います。で、まあ、トレーニングするとやっぱりプロテインはつきものだと思うんですけど、まあ、僕が使ってるプロテイン結構聞かれるんで、何飲んでますかみたいな、まあ、SNS とかでは結構出してるんですけど、まあ、動画でこう物をこう見したことないんで、ここで見せたいと思います。これですね、レボプロっていう、まあ、エッグプロテインなんですけど、簡単に言えば卵白のプロテインですね。タンパク源が全部卵白を使用してるんで、チョコレート味なんですけど、まあ、ちょっと癖はあります。もちろんあるんですけど、 90% が、ま、満足してる味なんで、まあ、僕も結構卵白のプロテイン嫌いで飲んでこなかったんですけど、ここの会社はやっぱ僕でもめちゃめちゃ毎日飲める卵白プロテインなんで、まあ、これはもうぜひともチェックお願いします。で、まあ、概要欄にも貼っとくんですけど、これクーポンコードがあるんで、大文字で KENTO で 8% 引きになります。はい、これも全部概要欄に載せておきます。このサイトとクーポンコードを載せておくんで、買ってもらえたらと思います。あ、ちなみにこれ金銀さんが共同開発したやつなんで、もう間違いないですね。はい、あの体作ってるのはこれです。今日の感想は、まあ楽しかったですね。初めてこうトレーナーを教えてもらいながらやってたんで、まあ、いつも一人でやってたんですけど、初めてこうなんていうんですか、聞かし方とか教わって、まあ、めっちゃ楽しかったし、まあ、次はもっと真剣に来てみたいなと思いますね。で、今日使わせてもらったのはアイマージム様ですね。大阪にあるんですけど、全部それも概要欄に貼っとくんで、たまに僕も来させてもらうんで、まあ会えたらラッキーかなっていう感じですね。だから皆さんトレーナーもみんないい方で、まあ楽しくできるかなと思います。あとまあスタッフが変わったんで、まあ、新規ってこうチームとしてやっていくんで、まあ、動画の感じも多分ちょっと変わってきたりすると思うんですけど、まあ、それも楽しみもらえたらと思います。はい、これからも僕のチャンネルをお願いします。で、登録は忘れずに、グッドボタンもお願いします。
はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。They roll with me, headed to the top, but they don't get me. That's why some peeps can't go with me. I'm a heathen just like Garvey. I am adjusting the elephants that are right here in the room. Churches way more than the people who walk in the building. No wonder you're seeing my zone. I ain't the truth, I ain't selfish, I'm just fed up with these hecklers. Walk around like it was tether, grinding hard like Ryan Sheckler. You chatter, I ain't work, shut your mouth.